どうも遅くなりました。こんばんは。ということで、今日はですね、三代目 J ソウルブラザーズ13周年ということで、11月10日、今日は一日ね、メイトのみんなとイベントやったりとか、生配信でね、来れなかった方は見ていただいたかもしれないんですけれども、本当にありがとうございました。楽しかったですね。ねえ、ありがとうございます。たくさん皆さん来てくれて、はい、ということでですね、第2部来てくださった皆さんだったりとか、アベマ配信をね、見てくださった皆さんにはもう伝わってるかもしれないんですけれども、ちょっとした発表がありまして、私エグゼナオト、写真集を発売することになりました。ありがとう。初写真集ということでね、びっくりでしょ、本当にね。ちょっとあの流れの中で私事の発表っていう、いきなり皆さんずっこけたかもしれないんですけれども、ありがとうございます。配信見てくれたんだ。ありがとう、ありがとう。まあね、一つはね、皆さんがこう、背中を押していただいたというか、今年すごい、ミーグリとか、まあ、アリーナだったりとか、本当に皆さんとこう、近くでこう、接する機会が多くて、で、私事なんですよ。はい。で、それで、こう、皆さんからいろんなこう、お声をいただいたりとかして、でね、こう写真集待ってますっていうお言葉をね、何人かにいただいたんですよ。それですごく僕背中を押していただいてですね、なんと、先月イタリア、先々月ですね、先々月イタリアはシチリアで撮ってきました。そうなんです。もうビジュアルがね、解禁時に一緒に発表されたりとかしてると思うんですけれども、画像を皆さんあれじゃないですか、結構 見れてるのかな、見た。あ、気づいてた人もいるんだ、写真集撮影だと思ってたよと。ありがとうございます。俺リキア、リキア 見てくれてんじゃん、リキアありがとう。パンツのやつ、そう、それパンツのやつだよ。うん、白パンね、黒パンじゃなくて白パンね。うん、これこだわりだから、黒じゃなくて白っていうところでね、はい、白トランクス履いて一丁でやってます。画像なかったら後でインスタあげますね。で、これに発売決定に、伴いですね、なんと X でオフィシャルアカウントが開設されたので、皆さんぜひフォローしてください。そこで、多分メインビジュアルも見れるんじゃないかな。アットマーク、ナオト、アンダーバー、フォトブックですね。アットマーク、ナオト、アンダーバー、フォトブック。よかったら皆さん、X 見てくれ。フォローしてくれた？あ、してくれた。欲しいも食べたい。その欲しいも食べてきた時なんですよね。体をこう作って臨みました。もうね、大変だったマジで。最後の最後はもう水抜きしたり、もうタンパク質と野菜とこう、まあ米だったりとか抜いてですね、もうバッキバキに仕上げてやろうと思ってやりました。はい、ということで、もうなんと先ほど9時から事前予約が開始しております。トラステで、トラステのだったり、ロッピー、 HMV ブックス、楽天ブックス、タワーレコード、セブンネット、すべてで、もう予約が開始しております。ということで、なんとしかもそれに伴いですね、この今回、再来週から始まる JSB ランドでもイベント開催が決定してます。3代目ファンクラブ限定なんですけれども、
トラステで予約してくれた方の中から抽選で JSB ランド終演後ミーグリ開催決定。スーを差し上げます。スーを。はい、ミーグリの内容なんですけれども、ごめんなさいね、本当にツーショットチェキ撮影会、ツーショットチェキ撮影会、そしてそれが10名、ポストカードサイン会。ポストカードはですね、多分今発表されているメインビジュアル写真の、4パターンあると思うんですけど、そのポストカードだということでございます。はい、柄はですね、会場ごとによって違うということで、はい、でそのポストカードサイン会が10名ということで、1公演で20名の方がね、当選されるということなんですけれども、これはファンクラブの方とトラストで予約してくれたというこの限定の、見送り開催ということで、はい、人数が少ない、ごめんなさい。あー、なるほど、倍率えぐ、得点やばすぎて死んじゃうよ、贅沢すぎてありがとうございます。いやーね、ぜひ、もう名古屋は結構時間がないということで、名古屋はもう今からスタートして12日に締め切りということなので、もう今日と明日、明後日に締め切り、明後日の何時だ、明後日の23時までということです。はい、23時59分、明後日10ですね。まだタイトル決まってないんだよ、どうする。そう、タイトル決まってない、写真集のタイトルどうしようね、みんな考えてよ。お、リキア、リキアめっちゃ見てくれてんじゃん、ありがとう、コメントもくれて、ライブ来ますと、来てよ、 JSB ランドすごいことになってるから、もう毎日踊り狂って今リハしてます。うん、リッキーと行くわ。おお、リッキー一緒に行く人見つかったね。絶対に当たらない、そんなことないんじゃないですか、だってどうだろうね。なるほどね、写真集のタイトル、ナオト40。ああなるほど、ほの字組、ほの字組、ほの字組大丈夫、俺のファースト写真集ほの字組で、ザ片岡、おーシンプルだね、昭和だね。おー、 JSB ランド5公演来ます、ありがとうございます。言霊だからね。まあ、3月21日という結構先なんですよね、発売が。だからまあ、オフィシャル X アカウントでいろんな多分写真だったりとかオフショットだったりとか、まあ僕の SNS だったり、CL、いろんなモバイルだったりとかでいっぱい少しずつみんなとこう盛り上げていきたいと思いますので、楽しみにしていてくださいね。ありがとうございます、ありがとうございます。321、321ってなんだ、ああ、321ね、ああそっかそっか、辰幸息子の体、俺の親父の名前まで、ありがとうございますしかもね、今日はあれですよ、皆さんいろんな発表ありました。もう僕の発表ごめんなさいね、一番最初で、あれがあります、12月26日に、ドームでアフタープラリー、アフターパーリーよろしく、アフターパーリーが開催されます。最高だねささやかれてる、横にささやき狼がいますんで、はい、頭が真っ白になってと、はい、斉藤先生イベントってしてた、そうアフターパーティーがね開催されます。12月26日京セラドームでございますね、クリスマスパーティーでもあり、アフターパーティーでもあり、もう今年は
残米だね。ライブ残米。アフターパーティーは、もう、チケットが、早速、どうなの？はい。ささやき、ささやかないおかみでした。ささやかないおかみ。うん。すごい、ゆうみさん。最近、郁夫さん元気。もう、どうでも、めちゃくちゃどうでもいい情報ですけど、実は郁夫も今日誕生日です。郁夫と、郁夫って誰だよと思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕の同級生で YouTube よく出てる人間は、あの人誕生日なんですよね。はい。だから、直樹と一緒で3代目のデビュー日と被ってるという奇跡の男でございます。はい。そっか、高弘くんの忘年会とも被ってるんだね。26日、すいません。両方行きたい方がいらっしゃるかもしれない。はい。ということで。まあ、写真集の件はですね、多分ビジュアルはまだ4枚しか発表されてないですけど、いろんな、写真があります。シチリアって皆さん知ってます？イタリアの南の方なんですけれども、なんでシチリアにしたかっていうと、まあいろんな理由はあるんですけれども、まあずっと僕が行ってみたかったりとかして、憧れの街だったんですね。はい。憧れの街であり、まあ僕、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれない。あ、ポッチーコさん、ジョジョ、さすが。そうなんです、ジョジョなんですよ。ジョジョのね、第5部の舞台にもなってますし、あとは、まあ、映画で言うと、グランブルーとか、ゴッドファザーとか、シチリアとか、マレーナとかも、ほんと、いろんなね、あれもそうだ。ニューシネマパラダイスとかね。まあ、本当に、数々の名画が生まれた街なんですけれども、はい。まあ、いろんなそういう、こう僕の中ではね、ずっと憧れている街だったので、まあそこで本当にいろんな写真をね、撮ってきました。うん。ぜひ皆さんちょっとシチリアという街を後で調べてみてください。とても素敵な街なので、その中で私、ナオトがですね、はい、白トランクス一丁で、はい、挑んできます。バチッとね、これが裸一貫でっていうね、まさしく裸一貫ですからね。シチリアの名物は、ピスタチオとかね、アランチーニっていう、このまあ、日本でいうライスコロッケ、コロッケの中にこうお米が入っている、リゾットが入ってるみたいなやつだったりとか、結構あるんですかね。タイトル、シチリア大好き。いや、子供っぽいな。お、想像しただけでめっちゃ良さそう。ありがとうございます。レモン、うん、確かにシチリアレモンね、有名だね。パエリア、うん、パエリアはね、スペインだね、スペイン料理だね。ありがとうございます。あー、エチエチだね。そうですかね、裸一貫ってタイトル。男らしいね。はい。いや、全部裸じゃないよ、しおりさん。うん。全部裸は、もう、みんなも求めてないでしょ？はい。ということで、じゃあ、こっからは、皆さんちょっと、CL に、移動したいと思いますので、ぜひ皆さん CL の方でも生配信お楽しみください。ということで、インスタライブご覧いただきありがとうございます。ぜひ、X の方、オフィシャルのね、アットマークナオトアンダーバーフォトブックをぜひ、フォローしてみてください。続きは CL で、ということで、後ほど。